はい、こんにちは。ボディーコンサルティングコーチの矢谷です。本日もよろしくお願いします。はい、膝の手術をしましたね。半月板、靭帯、骨折、いろいろあると思うんですけども、手術をしました。はい、ギプスで固定をしています。できるだけ筋力を落とさないようにリハビリをしていかなければなりません。その時にやっていくメニューをご紹介したいと思います。ギプスで固定されていますから膝が動きません。動く部分は股関節か足首です、ね。はい、今回はその股関節の横側、外側ですね、横の外側、ここの筋肉を鍛える、ね、トレーニングをご紹介したいと思います。はい、横向きになりますね。下にある足、下にある足が腱足です。上にある足が関足です。できたら膝を90度に曲げて、膝を前に出してください。よろしいですか。はい、肘と体は、垂直に置きます。はい、この状態から外くるぶしを上にぐーっと上げるようにして、上げるようにして起こしていきます。下ろします。上げます。下ろします。はい、非常にですね、これは難しいんですが、つま先が上がってしまう。はい、上げた時に背中が丸まってしまう、もしくは反ってしまう、そういうふうに非常に、代償動作といいますが、こういう他の動いてほしくない部分が動いてしまう、そういった現象が起きやすいのがこのトレーニングの特徴です。はい、ですからそのあたりを注意しながら、しっかりと体幹部分をまっすぐに固定してですね、上げれる範囲で結構です。これもあまり上にグッと上がってきませんので、上げる範囲で結構です。はい、ちょっとこの体幹周りがぐらつくなという方は、やはり下の手をこう枕のようにして体をしっかり固定させて、それで動かすようにしていただくと、より意識しやすいかなと思います。はい、ややですね、体の横よりかはむしろ少し後ろの位置で、上げていくことによって、この骨盤の横、股関節の横側ですね、筋肉が鍛えられてきますから、その方向でぜひやっていただければと思います。これも、ぜひゆっくり鍛えている部分を意識しながら、行うようにしてみてください。今回は以上です。ありがとうございました。